さあ、今回は、この、五条悟艦隊、これで、霊絶フォーサー、やっていこうかなと思うやつ。もう完全に、フォーサーでの適正キャラに五条悟さん。もう、五条先生、もう眼中にないから、今、ここでね、勝っておきます。で、重心化開始したら、またその時に、もうコネショ使うの確定だから、またその時に艦隊して、どれぐらい楽になったかの、比較だね。まあそういうところで今回は、五条戦重心化艦隊で、この、フォーサー、やっていこうかなと思います。で、さすがに多分この編成、はちゃめちゃにむずいんで、よし、OK。はちゃめちゃにむずいし、多分ね、時間もすげえかかると思うから、まあその辺は編集で、なんかうまいこといい感じにやっておこうと思います。で、立ち回り的には、ちょっとステージだけは練習してきたんですけど、速度が圧倒的にこのキャラ足りないんで、足遅すぎ問題だから、はい。ちゃんと、あ、これつ、くー、しまって。今これね、勢い余って、これね、うまく弱点の、この直線にできたら、勢い余って反対側も殴れるんですよね。まあそれを繰り返して、まあ削っていく。よし、OK。今、無限で耐久でしたね。で、レーザー食らうと、今回は、雑魚がほぼほぼ残る都合上、大半死ぬことになる。大半の雑魚残して火ダメがでかいから、はい。レーザーはマジで食らいたくない。よし、とりあえずこれで、ぷよも倒す。よし、OK。いや、これはちょっと靴あるから、多分反対側まで届くと思うんで、ここだな。あ、やべ、なんか今すっげーずれた。で、ここ行って、ぐるっと回して、弱点よし、OK。いや、これできたのいいね。で、風でちゃんとレーザーも回避しますよと。多分これ即死ちょっと、いや、多分間に合わねえな、これ。ダメだ、これ多分即死が。あ、いや、無限助かる、マジで。そのために今回は運気とかも色々取ってきたもんね。しっかりここで弱点を2回殴りたい。1、2、単体側、よし、完璧。うわ、ワンチャンこれいけるか。うわ、うまいこと言ったらこれ多分いけそうだな。地雷持って殴ったら、マインスイーパー L だから、うわ、靴ありがた。靴2個ある、ありがた。あ、これいけるわ。いや、ここで SS 温存できて超えられるのは、マジで勝ち確。はい、はい、はい、はい。で、ここで靴拾う。よし、OK！ いや、今回は、さすがにこっちがチャレンジャーだから、もう楽々じゃないもんね。もう今、こんな、マジでこんな、難しいショット、普段のフォーサーじゃ絶対死んでんぞ。で、ここは、とりあえず、2段階目の無料空所まではひたすらに耐久だから、まあ、一旦は、このレーザーで火ダメを食らいたくないんで、ボスを軽く削りつつ、まあ、こいつの風をしっかり殴っていく。足が遅いからね。あ、とりあえず2段階目の撃てる場面がやってきました。どうやって撃つのがこれいっちゃいいかな。まあ、とりあえず SS の遅延は絶対かけられるから、まあ、8の字ショットでいっか。だからこれどういう雑魚の残り方しても、絶対に、あれ。攻撃を食らうっていうことはないんで、さ、こっからは2ターンの遅延、あ、なんか俺変な発論になってね。やべ、いや、もう一回、ああ、やってみ、やっちゃった。やべ、完全に雑魚処理のこと考えた。火力上げることしか考えてなかった。まあ、ここで2ターン遅延。ボスの攻撃が落ちるから、まあ大丈夫ね。ボス戦入ったらこれがイラプションとかを抑えられるから、まあ重心が下位になったら、これに超減速がつくと思うんで、まあすごい楽になりますよっていうのが多分見れるはず。まあ、ここでぐるっと回して、多分左下まで届くはず。よし、すげえいい感じ。もうちょっとこれレーザー食らっても知らない。で、あと、火力がちょっとこれ怪しいな。2段階目の五条戦の SS、うわ、もうこれ、数を減らした時にドイツが蘇生されるかで、多分これ結構運の要素変わってくると思うんですけど、ちょっとこの位置はきついな。SS だな。これちょっと SS 使って、一気に削っていきます。多分これ両方倒さないと、どっちかは中に食い込むような配置になりそう。はい。まあ、どっかで多分 SS ダメはしないといけないね。で、8の字をしっかり決めて、よし！こんだけ決めても倒しきれねえんかい。さあ、もう一回無力所。もう今回は多分5回余裕で超えるわ。よし、まあ、とりあえず、やっぱ、五条戦の SS は継続するのがいっちゃんでかいね。
で、次のビゼラーのところ、ここも結局、ステージだけは、ウンボが出ない時に練習してたんですけど、そっから先はマジで未知数なんで、まあここは即死回避ができるから、まあ下手さえこかなければ、もう一回みんなの SS を溜め直して立ち回るっていうことも、やろうと思ったら、一応できるかな。まあ、とりあえず、最低でも2体。で、できれば最後に、1貫通。よし!これ、最後の1貫通できるかどうかの感覚が、ダメね。これすげえ重要な気がする。これしっかりぐるっと回して、削ってる。よし!よし!すげえ感じ。まあ、1体残して、あれだな。五女戦の 1P と 4P の SS をため直す作業を入れといた。反転術式。よし、まあ、こんなもんでいいでしょう。ちょっとこれ、心臓に悪いわ。なんか、毎回耐えること分かってても、なんか、すげえ怖いもん。もうちょっとここまで。で、開幕 SS を使って、もう一気に、これ、叩き潰します。とりあえず配置で遅延をかけるから、この風数とかも倒す必要関係なくて、まあ、とりあえずバハムートを倒しやすい動きを考えれば、まあいいかな。こう打って、ぐるっと回して、バハムート2回。で、フォーサー1回。その感じの雰囲気。多分これでいけんじゃない？頼む！五女戦の最強なところ！地雷持って！殴って！これ地雷持ててないよね？頼む！どけ！勝つ！とっととかないか足を早くしろ！くっそ、ここでワクワクの実の影響多分これ今ものすごい受けてる。あったら 100% 届いてたわ、これ。で、しかもこれ、蘇生はね、上のビットンが担ってるから、こことはちょっと担当が違うんですよね。で、靴はありがたい。まあ、これで多分倒せるかな。しっかり。え？まあ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 、これでフォーサーぶん殴る。オッケーオッケー。よし！通常殴りでもちゃんと、地雷持ったり、たくさん敵触れて殴れればオッケーね。これでマイスイエルガの恩恵が多分今結構出てるわ。いやー、無限ありがてー。シールドの無限があることで、かなりいけてる。で、次から、ちゃんと、フォーサーが動き出すから考えないといけない。まあ、集まっても3回しても、正直この状況って、まあまあ、どっちでもいいかなって私的には思ってるんですけど、まあ、とりあえず、これは3回で。地雷持って、殴る。よし。で、3回。まあ、ある程度、イラプションで、次が 3P だから、そうだね、集合で、上に逃げれば、まあ、大丈夫かな。イラプション、あー、でもこれちょっとどうすかな。これで多分、上ぐらいに止まってくれるはず。そして、イラプションよけ。はい。で、プヨもちゃんとある程度は倒して、よし、オッケー。地雷も4個持った状態だから、次回動くときが、ちょっと火力出せますよ、みたいな感じね。で、この2段階目五女戦は、もう一回動けるときに、ここで、ほぼほぼ削っておきたいな、そうすると。で、3回と集合は、まあ、ここではそんなに、1回目のレーザーだから気にしなくていいんで、どっちかっていうと、火力を出したいな、火力を。ここで8の字ショットして、右上の角に止まって2回殴る。そんな感じの動き。まあ、集合になっちゃうけど、さすがに死なんでしょ。はい、はい、はい。で、殴って地雷を持って、オッケー！まあ、これぐらいの金だったらちょうどいいや。SS 溜めれるし。いや、すげえ丁寧にやったらなんかちょっと可能性は一応見えてきそう。で、多分これは耐える。よし。まあ、一発目だしね。2回目以降はもうちょっと考えないといけないけど、1回目のレーザーはそんなに考えなくても、まあ、大丈夫かな。で、次、イラプション展開だから、まあ、ヒットポイントある程度持ってれば、まあ、大丈夫でしょう。ほい。で、殴って、角から、入ってきて、よしよし、オッケー。さあ、次、バームーとか、まあ、SS もある程度貯められたから、ここの削りも地味に大変だからな、SS 使うこともある程度考えておかないと、足が遅すぎるからね、これ。とりあえず、ひし形ショットから、地雷を持って、殴る。いやー、ちょっとずれちまった。ちょっとこれはやっぱ削りが足りないから、即死回避もここ頑張ったらできるけど、心臓に悪いんで、SS を使って、まあ、ひし形ぐるぐるショット。で、倒さない、絶妙に残してくれるのが個人的には一番いいんだけど、SS ちょっと貯められるし。まあ、倒しちゃったら倒しちゃった。それぐらいで。ぐるっと回して、おお、いい感じよ。いや、ここに遅延かかったらさすがにあとこれぐらいはね、削り切れる。で、
あの風は SS 遅延撃つ前に無料空所で無限の情報が与えられてるんで大丈夫です。ここで地雷を取って、よし、オッケー。さあ開幕 SS の調整もできたし、集まってるからある程度は、まあこの位置だったら八の字ショットもある程度はやりやすいかな。さあ、じゃあホーサーに無限の情報を今から叩き込んで、ショット的にはどうしようかな。地雷持って殴れるといっちゃん強いんですけど、さすがにこれはなかなか無理そうだね。ま、無難に八の字を描きながらたくさん削るっていう感じで。これは結構ミスったら痛で、あ、でかい。はい。いや、大丈夫かな。はい。ブル、あれ、なんかこれすげえ変なショットになってね。あれ、あ、やべ。あ、え、やっちまったこれ1ショット1ショットの重要性がマジで今回大事なのに。これ多分もう一発使わないとまずいかもしれない。やっべ、ここで半分くらいまでは行く予定だったのに。まあでもここでもう一回さっき使った無料空所の動きが残ってるから、ここミスらずいければ、まあリカバリーはできるか。ここから拾って8の字ショット。今度こそ、よし、もう一回あそこから貫け、よし、オッケー。これがやりたかった。まあ、とりあえず集合させて、集めます。で、ここにイラプションが出てくる。おい。うん。で、下のやつも蘇生。そうね、蘇生するから、まあ、この下のやつを目標に動けば、まあ、なんとかなるかな。多分これあれだな。下の風倒そうとすると、おそらく右のところまで行ってしまいそうだから、ちょっと角度調整して、吹き飛ばしの方で、このイラプションよくやります。これで、ギリギリ倒さない。よし！で、これで左に吹き飛ばす。完璧。で、これでもう一回五条線が動けるから、ここで、ギリギリ倒しきらないぐらいの火力感で戦いたいんだよな。もうちょっと SS ダメをやりたい。まあ、とりあえず、下のあいつら倒すの確定だから、上触って真ん中殴る。で、2回目もぐるっと回して、SS 遅延は絶対に防ぐ。よし。ここで殴る。まあ、これぐらいできれば上等でしょ。で、集まるけど、まあ、これは大丈夫。この一発目のレーザーはそんなに痛くない。うわぁ、無限ありがてぇ無限回避助かる。じゃあ、こっからは、まあ、早送りかカットで、ちょっと SS 抜けるとこまで貯めたいからね。よし、オッケー。さあ、ただ SS ね、一回遅延食らっちゃったから、二段階目使えるの 4P かなんですね。しまったな、これ 4P 調整だったな。今、あそこまでちょっと駆け抜けられると思わなかった。まあ、とりあえず、最初のイラプションは、まあ、吸い込みで調整すれば、まあ、なんとかなるか。とりあえず、このビゼラーが邪魔くさいからね、こいつでさっきぶっ殺されたから、やっぱマギアのヒットポイント 50% アップって、地味に効いてんだなって、なんかすげえ思ったわ。あ、やべ、すげえポカミス。やべ、この位置のこれやばくねこの位置のこれやばくね、危ね。で、まあ、ここでは風使うから、まあ、そうだね、大丈夫かな、この配置だったら。とりあえず、ここで一発、ボスと軽く、絶対に吸う。そして次、無料空所で無限の情報をまた与えるから、はい、2回殴る。よしよし、これも地味だけど、ちゃんと生きるところだから、後から。で、これで回避。さあ、こっから無料空所でささっとビゼラどれだけ楽に倒せるかがすごい重要だから。あぶねえ、これのどこがチャレンジャーだ、こっちがチャレンジャーだわ。で、無限の情報を風数にも与えるから、風数の倒すとかもあんまり考えなくて OK。 まあ、これでぐるっと回ってある程度回数稼いでからビゼラを両方殴るみたいな、そんな感じでいいかな。はい、意外とこれちゃんと伸びてくれるから、速度がぐるっと回して一回頼む、あいつまで、よし、オッケー。あー、あそこまでいけないのちょっと怖い。
まあ、無料空所で無限の情報一発目。地味にあの左下の天使生きてるの、いや、よくねえな。どうせ、回復してくれねえんだから、地味にこの回復潰れるのちょっと怖いのよね。これでぐるっと回して、一回、殴る。よし！ピッと回してかな、そしたら。SS はまだ温存。とりあえず倒す。で、一回、殴れ！くっそ！超元素買ったら絶対届いてた！どっち？これ、レーザー。あ、そっちか。まあいいでしょ。2段階目の SS、ラスゲで多分2発準備できてたら、おそらく削りは間に合うと思うんですよね。ただここもだ、もう1発使わないと、絶対無理だから、どうすっかな、これ。よし、ここで、使おう。ちょっと多分次のターン、これ普通に動いたら、イラプション余計を考えながら、五女戦の無料空所動ける状態は、結構ね、火力出しきつそうなんで、ルート回避とか色々考えると。なので、ここで、斜めぐるぐる回転して、大ダメージ。倒せなくてもいい。倒せたら最高だけど、多分この、さすがにこのヒットポイント削り切れは、ま、さすがに無理か。もう一回いけ、もう一回くそ、まあいいでしょ。多分1段階目と2段階目一発、欲を言えばあと1巡の間に終わらせて戦いを。この強化状態五女戦をラスゲに持ってこれたら、ガチでこれはでかい。これで、もう一回。よっしょ、オッケー。あれ、やべ、これ、ちょっと待って、強すぎる。だって、これ、良すぎたかもしれない。大丈夫か？まあ、ここで開幕サメを使う。で、一巡回ってきた 2P5 女戦が無料空所使えるから、多分、無敵の時間は結構長いと思うんですよね。まず、ここで使う。そうだね、ここで二巡回せるかな。まあ、頑張っていろいろ耐久したらなんとかなるか。とりあえずこれサメを、まあ、開幕使って、バハムートとかを、ま、いろいろ、ちょっと処理していこうかなっていう感じだね。ちょっと角度直して、バハムート左側で、地雷持ってぶん殴れたらこれは一番いいかなみたいな。ここでサメ 99% 外すとかないぞ。頼むぞ。よし、オッケー。とりあえず勝ちました、ここは。で、よし、オッケー。地雷持って一発殴れた。これはでかい。で、敵の行動はしばらく止まってますと。あとは地味にこのバハムートのレーザーを食らうのが結構まずいかな。いや、無限の回復地味に助かる、これ。ここでぐるっと回して、ちょっとホーサーの削りは後にしよう。ここでぐるっと回して一発殴る。よし！よし、OK！ これは多分そんなに変な位置いかないっしょ。吹き飛ばし。あー、大丈夫大丈夫。こねちゃったら大丈夫だわ。で、次が動ける五女戦。無料空所状態。ちょっと待って。やばい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 。さっさと倒さないと。まあでもハートあるから大丈夫か。ここでしっかり8の字ショットを成功させられるか。さっきミスったけど次は絶対に成功させる。はい。ここで、倒せ！いやーまあとりあえず右のバハムートは削れたから OK。とりあえず即死まではあと1巡あるからまあ大丈夫かな。で、ここから、とりあえず、ここから、ボスが動き、うおー助かるけど今じゃねえんじゃ。まあ、ここを7型ぐるっとショットで、バハムートを減らしておきたいかな、そうすると。多分、左のバハムートまで届くはず。ここで、よし、OK！ まあ、これでも倒しきれないのか、でも。まあ、とりあえず、集合レーザーは金波で回復するから大丈夫。OK！ よし、この配置もいいね。で、あとは、ここは、数縦間かな。次、無料空所しっかり使えるから、この、バハムートだけしっかり、なんとかできれば大丈夫。はい。まあ、多分これはさすがにこれで倒すでしょ。これ殴って火力が、よし、OK。SSCM も食らわない。よし、これは、来たでしょ！こっから SS 使う、2ターン遅延かかる、で、もう1回 SS が使える。で、回ってくる。いや、これは？いや、このイラプションは食らったら死ぬ。危ねえ。このイラプションで死ぬ可能性がある。だからそれだけは絶対に回避。変なこと、縦勘で右ずれとか変なこと考えてる場合じゃない。横勘で安全を取るんだ。一番下まで行かなければまあ大丈夫。私の五女戦の感覚を信じろ。はい。大丈夫。しっかりここで。もう一回右側まで。よし、届いて完璧。さあ、ここから無限の情報をひたすらに与え続けてやる。もう次回ってきたらもう一回できるもんね、これ。
はぁ、来た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 。あとはここからミスショットを控えてくれれば、なんとか、なるかな。靴から加速していって、下まで、よし、届いた。そしてここは SS をもう使わないと、即死次もうこの 1P 五助戦は SS もう打ったところでしょうがないんで、ここで V 字とか Z 動きっていうのか、これで左下の角から帰ってきて何度でも敵を殴る、そんな感じの動き。はい、大丈夫かこれ、頼む。やべ、全然火力出ない。もう一回、いや、か、え、火力出な、え、なんでこんなに火力出ないの、ラスケだから。ここで無料空襲の遅延効かないのちょっともったいねえよな。さあ、このあと4手で全てを終わらせる。ていうか、むしろこの 2P だな。この 2P で火力出せなかったら、正直もうおしまいと言っても過言じゃないから。どう動くんだ、これ。しっかり削れ。で、3回になるから、3回になるから、全員が当たることはないな。大丈夫。はい、さあ、ここから、よし、オッケー。イラプションも大丈夫。よし、これは耐える、これは耐える。さあ、あと2手。もうこの2手で、あ、4P 間に合うじゃん。あ、4P 間に合うじゃん。あ、じゃあ、これは、集合だね。集合させて、集合だけ。ここはゲージ切りだな。減速壁、アンチ減速、ゲージ切って、ここはゲージ切り。いや、一度も使わなかった。一度、一回ぐらい使うかなと思って。使わなかった、ゲージ切り。ここで、初めて使う。さあ、ここで集合。イラプションは回避。勝ったな。危ねえ。即死行って前の五条に対して、こっちは無料空所で、無限の情報を与えて、さらにその後には、もう一回二段階目の五条が控えてる。いや、これって。はい。大丈夫、僕最強。あ、やべ。あれ、これ、変な、危ねえ、これ変な再現するとこだった。危ねえ、ちょっとこれ、危ねえ、ちゃんと丁寧に、ちゃんと丁寧に、最後まで聞いてたら、コーサーは一度でも気を抜いたら絶対に負けんだから、絶対に気を抜いたらダメ。ちょっと待って、これすげえ怖いんじゃが、2回殴ったら多分いけるよね。2回殴ったら、さすがにこれいけるでしょ。こっから殴って、ぐるっと回して、よし、これは来たでしょ。いや、そんな再現ない。ちょっと待って、ちょ、いや、すべてをぶつけられました。いや、違うんだよ。ちょっと待って、あっぱれ忘れん。